メンテナンス俺メンテナンス会社に勤めてる客先の施設に常駐管理したり不具合があると休校するなどいろんなパターンがある自分は巡回点検担当だが夏休み期間中は普段受け持たない設備を交代で点検する 都内のあるビルでの話。自分の受け持ち替のビルでメンテ作業を行うので手順書を持って現地へ。一番地下に行くには階段か。エレベーターで地下〇〇階まで降り、そこから階段で下る。手順通り受付でセキュリティカードをもらってエレベーターにかざしてエレベーターの一番地下へ。 そして階段を降り、ビルの最地下へ。薄暗いフロアで配電盤を探し、フロア全体の明かりをつける。パッと明るくなり、作業には何の問題もない。早速手順を見て、所定のチェックを行い、記録する。気になる点といえば、ビル全体の大きさや構造から考えても、 オーバースペックの設備があり消費電力も半端ない何なんだろうと思いながらも色々な客先があるし大きい実験装置でも動かしてんだろうと考えて作業終了作業終了チェックしながらふと見るとハーフサイズのエレベーターらしき扉があれ 再近下行き、エレベーターはなくて、階段だけだったが、荷物用かな。何の気なしに扉に近寄り、セキュリティカードをかざすと、スッと開く扉。中は荷物用ではなく、明らかに人用。覗き込んでみると、階数表示は地上から、いくつか飛ばして、地下の階数、そして、 自分のフロア。さらに下に丸々階乗り込んでみたい衝動に駆られたが、契約違反にもなりかねないのでやめておいた。フロアの内線電話で管理室に電話し、警備員に案内され地上フロアへ。問題ありませんでした。そうですね。 全部規定値ですし、休止機器もテスト運転したところ問題なしです。では、受け取りにサインします。ああ、でもそういえば、はい。ああ、いや、でもやっぱ勘違いです。すみません。そういえば、先週まで担当されていた方、亡くなったそうですね。はっ。 ああ、そうなんですか。あれ、私はそう聞きましたけど、間違いですかね。ああ、いや、私が聞いてないだけかもしれません。そうですか。私も聞き間違いですかね。ああ、では、失礼します。休んだだけで、なんだか妙な話になってるな。 と思いながらサービスカーで事務所へ帰ると、K さん、昨日自宅で心不全になって亡くなったそうだよ。と。健康診断も問題ないし、社内のサッカー部でレギュラーやって、病気なんかに縁のない彼が。そして、K さんの死亡は一切広報されることなく処理され、 自宅のマンションも早々と売り払われた様子。家族も田舎に帰ったらしいが、K さん友人によると家族とも音信不通らしい。それから一週間の間、この時期には珍しく課長と会員の入れ替えが。そしてコンプライアンス教育と称し、契約内の仕事をきっちりやれ。 客席指定外地域には立ち入るな、といったことを厳しく教育された。最初は、俺がエレベーター覗いたのがバレたのか、と思ったが、特に注意もなくほっとした。今では俺が、K さんの後を引き継いで業務を行っているが、一週間後、例のビルで点検し、受け取りにサインするとき、 警備員がぼそっと。やっぱり、K さん、亡くなられたようですね。真面目な方だったのに、残念です。と言った。なぜ彼が K さんの死を知ったのかが、未だにわからない。 フォロワーさんの会談を聞く会をこれから日本各地でやります参加費は無料なのでこちらのホームからご応募ください詳細もこちらに書いてあります気軽に参加してくださると嬉しいですエレベータータの女酒を飲んで深夜に帰宅した 道が混んでいなければ、最寄りの駅から来るまで10分くらいの場所にあるマンションに私は住んでいる。普段駅までの道は、行きも帰りもバスを利用してるんだが、その時は午前1時を回って2時近く。深夜バスもない時間帯だった。従ってタクシーで、その日は帰宅。マンションはオートロック式で、 ナンバー入力によって解除し、エレベーターホールまで散歩。地上12階建て、地下1階には駐車場が。そして私は、7階の11号室の住人である。エレベーターは B1 に止まっていたため、1階に止まるまで数十秒待たされる。当然深夜だから、 辺りは静まり返って人の気配などはない。遅い。エレベーターが来ない。ずっと地下に止まったままでなかなか上がってこない。地下で人待ちでもしてるんだろうか。イライラしてくる。かといって七階まで階段で上がる気には到底なれない。 せいぜいエレベーターの所在を表す明かりを見上げながらイライラするだけ。正確に測ったわけではないが5分近く経っていただろうか。その時の私は下にいる住人に文句の一つや二つ言う気分で地下まで降りていくことにしたのだった。カツン、カツン、カツン、カツン。 異様に自分の足音が大きく聞こえる。折り返し折り返し下ってきて何台もの車が並ぶ開けたところに出てきた。すぐエレベーター室の前に行く。が、人がいない。あれだけ待たされたにもかかわらず。でもまあ、よしとしよう。 酔いのせいか、感情の波も単純なようで、出花をくじかれたような、無用のトラブルが避けられたような、ほっとした気持ちでエレベーターに乗り込んだ。扉が開く、すると、エレベーターの奥に女性がすでに乗り込んでいた。私は乗り込む際、思わず反射的に、こんばんは、 挨拶を口にした。が、彼女はしかと、黙ってうつむいたままだ。私はまた、怒りのボルテージが上がってきた。自分方で挨拶を無視されるのが、妙に気に食わない。プライドを過剰に傷つけられるような気がして、シラフの時でも、やけに腹が立つのだ。 挨拶もしない、エレベーターも地下で止めっぱなし。くそ、いまいましい。何階の子だろう。そう思った時に、目的階のボタンが自分の行く7階しか点灯してないことに気づいた。こいつ、同じ階か。 嫌な面持ちのまま、あっさり七階に到着。手前に乗っていたため、私が先に降りる。通常ならここで、おやすみなさい、など、住民同士言うもんだが、無言でそのまま降りた。後ろで扉が、シュッと閉まる音がした。結局その子は、七階では降りなかったのだ。 変な奴、と思いながら、そのまま気にも留めず帰宅。それから数日後。妻が会社のお得意先の飲み会で、深夜遅く帰宅した時のことだ。まず携帯で妻から呼び出しを受けた。タクシーに乗って、マンションの前まで帰ってきたんだが、 手持ちが千円ちょっとしかないからお金が足りない。お金を一回まで早く持ってきてほしい。とのこと。仕方ない。パジャマ姿で財布だけを持って妻とタクシーの待つ一階に向かう。エレベーターは地下で止まっていた。 下のボタンを押して上がってくるのを待つ。だけどエレベーターはまたしても上がってこなかった。嫌な予感とともに先日乗り合わせた奇妙な女を一瞬思い出し、それから階段で降りていくことにした。途中5回くらいに降りてエレベーターが上がってこないかを確認するが、まだ地下にある。 諦めてどんどん下っていった。ようやく1階に着いて、タクシーの運転手に礼を言ってお金を払った。妻とエレベーターに乗ろうとする。またもや地下1階に泊まったまま。今度もあの女の仕業だとは思わないけど、いい加減こっちはへきへきしてる。 せっかちなんだから、と、妻は笑んだが、将軍か、無駄な待ち時間は我慢ならない。そうして、先日の話を、ざっと妻に話し、二人で駐車場まで降りていった。今度もまた、地下に人影も、気配もない。妻は、面白がってる。 と、幽霊なんじゃないのいや、新築なのにそんなことありえなくないかたあいもない会話をしながらエレベーターに乗り込む。開く扉の向こうには何もない。ベージュの塗装の綺麗なパネルの何の変わりもないエレベーターの内装があって誰も乗ってなどいなかった。 なんだか、拍子抜けしてしまった。それからまた、数ヶ月が経過した。例の深夜のエレベーターが、地下に止まりっぱなしの話同様の体験をした住人が、何人も現れ、徐々に問題になり始めた。理事はいたずらと見て、回覧板とエレベーターホールで、 注意を促し始めた。その頃くらいから階段を利用する住人が急に増えていったのだ。今までは階段など低い階に住む人かせいぜい子供くらいしか利用者はいなかったんだが高層階に住む人たちも利用し始めた。そして階段でよく人とすれ違うようになった。 多分住人の90%はエレベーターを利用していない。それもそのはず。あれから決定的な事件が起こったからだ。当人と家族は引っ越してしまったので詳細はわからないのだが、住人同士の噂によると今年の3月頃、5階に住む女性 A さんがデートで 遅く帰宅したらしい。エレベーターが来ないから、やはり地下まで降りて行き、乗り込む。すると、髪の長い女が、後ろ向きで立っていたらしい。A さんは5階で降りて、自分の家の部屋に戻った。そこまではいい。ちょっとしてから、 携帯電話がないことに気づいた A さんは、おそらく恋人の車の中に忘れてきたんだろう、と思い、自宅の電話から彼氏に電話を持ってきてくれるように頼んだ。ついさっき、マンションの入り口まで送ってくれたので、車でそんなに遠くに離れてはいないだろうと A さんは思ったそうだ。もう一度一階に降りようと、 エレベーターに乗ろうとしたとき、それはいたらしい。まだ変わらず、後ろを向いたまま、それはいたのだそうだ。A さんは構わず、エレベーターに乗った。その中で、何が起こったのかわからないんだが、一階に着いた途端大声を出して暴れ回った。 それこそその声は、7階の私の住むところまで聞こえていた。何事かと1階まで降りていくと、すでに寝巻き姿の住人が何人も集まっていて、A さんを取り囲むように立っていたり、解放する者もいたのだ。A さんは、それは大変だった。よくわからないが、失禁はしてるわ。 口から泡は出してるわ。とにかく、サンダルが散らばり、ひどい状態。手足をばたつかせるので、スカートも上の方までめくれ上がって、かなりというか、ゾッとするほどのサクラン状態で。私も必死に取り押さえたんだが、足で肋骨付近を蹴られ、一瞬呼吸が止まった。 まもなく救急車が来て、両親と共に A さんは運ばれていき、警察も来て、何も知らない A さんの恋人は事情を聞かれていた。ちなみに A さんは美人で、きちんと挨拶をする可愛い女子高生だった。しばらく入院して、夏くらいに退院したが、先月の連休に、 家族全員で引っ越してしまったあの後 A さんと母親が一緒にいるのを見たんだが通っていた高校も辞めてしまったらしい A さんがそうなってしまった原因としていろんな説も挙げられたが実際はエレベーターの女のせいだと思う あれから一人の時はエレベーターに乗ってない「愛の呪い」。 田舎にある俺の家は小さいけど神社で何やら呪い関係の神様がいる昔は神社の裏の森で牛の国参りとかする奴がわんさかいたらしいけど俺らの代になるとあまり見ない俺は神社の息子でも地んで全然継ぐ気もなくて霊感さえほぼないそんな俺の家の神社へ俺の幼なじみで 今、都会に出て行った友人の武久が来た。久しぶりに会って色々話して、今晩は家へと泊まることになった。妹も話に入ってきて盛り上がってきた頃、昔よく遊んだよな、お前と俺と、さつきと、ちとせちゃんで、と俺は言った。 さつきっていうのは俺の妹。ちとせちゃんはたけしさの妹。するとたけしさは突然深刻な顔になった。俺も妹もびっくりしてしばらくの沈黙の後。今日はちとせを呪いに来たんだ。とたけしさは言った。は何言ってんだよ。 まあ、聞いてくれ。竹けしは、さっきまでのテンションが嘘のように、静かに話し始めた。千とちゃんはもともと、体の弱い子で、俺らと遊んでいた時も、あまり激しい運動は控えろと、親に言われていた。そんな彼女も、ちゃんとした大学に行き、婚約者もできた、ということで、 たけしさんの家はおめでたい感じのムードが漂っていた。そんな中、ちとせちゃんがたびたび吐くようになってしまった。できちゃった、とはじめは思ったらしいけど、産婦人科に行くとそうではなかったらしい。ただただ、まるまる病院へ行け。 そこはその地域でも一番大きい病院だった。千歳ちゃんと武久と両親と不安になりながらもその病院に行ったらしい。そこで千歳ちゃんを見てもらった結果、長期の入院が決まった。両親はそれだけでとても青くなって、今までそんな長い期間はなかったのに、と、 入院が決まっただけで母親は泣いただいぶ高齢の出産だったようで特に千歳ちゃんは可愛がられていたそんな中医者は竹久だけを呼んで個室に竹久は行ったまず申し上げますと千歳さんは重い病気にかかっています 医者は病名と発病してからの期間を詳しく言った。このままでは徐々に体の自由が効かなくなってやがて死に至るでしょう。そして進行しすぎていて治る可能性が低い。あの弱い体では手術にも耐えられないでしょう。このことはお母様にはしばらくお話にならないでください。 急に話すとショックが大きいでしょう。竹久は信じられなかった。<laughs> はい。それだけ言って病室にいる父を呼び、詳しく話した。あと一ヶ月くらいで。 寝たきりになるって。それで、死ぬって。父は泣いた。その時に、たけしさんも初めて泣いた。あれだけ元気だった妹が、もうすぐ死ぬ。やがて昏睡状態になって。その時、絶対母さんと千歳とには知らせてはいけない。 と、父と約束した。今は、俺は言った。そばで、俺の妹が泣いている。今はもう、植物人間状態。でも死ぬまでには、もう少し時間があるって。それで、 なんでお前が呪うんだよ。俺はさっきの言葉と今の話がうまいこと噛み合わなくてイライラした。千歳は今も苦しんでる。生死の境をさまよってる。それでも絶対助からないんだ。だからせめて少しでも早く楽になってほしい。 泣くこともなく、ただぽつりと、たけしさは言った。お前さ、信じろよ、ちとせちゃん。助かる、助かるんだって。お兄ちゃんの気持ちもわかるけど、たけしさくんの気持ちもわかってあげて。助かる可能性はないって言われて、考えて考えて。 少しでも苦しむ時間を減らしてあげようって、たけしくんの考えた方法なの。妹は泣いた。俺はおとなしくなった。でもさ、安楽死とかあるじゃん。それはできないんだ。やろうと思えばできるけど。なんで 母にバレたんだ、病気のこと。それから狂ったように、ずっと千歳のそばを離れない。管を抜こうとしたら、怒って叫んで、俺の手を引っかいて噛みついて。空気が静まり返った。話す言葉がなかった。よほどの調ばだったんだろう。 頼むよ。このままじゃ母も自殺してしまう。自然と死ぬまで待つって聞かないんだ。自分たちから千歳を殺すことなんてできないって言うんだ。俺はためだった。妹を呪う。聞いたこともない話。大体いい呪い自体は聞くかもわからないのに、 そんなことにまですがるなんて俺は複雑な心境だった頼むから俺に千歳を呪わせてくれ武久は土下座した分かったよ聞くかなんて保証はないから知らないけど 俺もそこまでされたら承知せざるを得なかった。姉ちゃんたちにバレたら絶対止められんな。俺と妹だけで家にあった釘とか金槌、白装束みたいなのを用意した。千歳ちゃんの髪の毛と写真は竹久が持ってきていた。 そうして俺たちは真夜中、裏の森へ行った。裏の森には祠があって、俺らはそれを、ババ様とか、ババさん、べべさんとか呼んでいた。それが俺の神社で、一番強い呪いの神様。その祠の真正面にある、一番近い木を選んだ。 本当にやんのか最後に、そう俺が聞くと、竹久はこっくりうなずいた。藁人形を押し付け、釘を順番に打つ。竹久は息をそーっと吸い込み、目を閉じて、勢いよく一回目を打った。かーん 高らかに音は森の中に響く。妹はまた泣いていた。俺はどうしようもなく、たけしさを見つめていた。カーンカーンと、何回か響いたあたりで、たけしさが泣き出した。打たれていた勢いが弱くなって、 音が鳴っていた。千歳、早く早く楽になってくれ。武久はひたすら妹の名前を読んでいた。そこにあったのは、ちょっと変わってるけど、確かな兄弟愛だった。 小さい頃から体の弱いチトセちゃんを守ってきたタケシサ。チトセちゃんが風邪で寝込んだ時は自分も学校を休んで看病したタケシサ。俺の中にあったタケシサが妹を持った記憶がいくつか蘇った。チトセ、チトセ、チトセ。 たけしさんは何度も釘を打った。俺たちはずっと見つめていた。どんなに頑張っても、助かることのない妹を、助けるために、呪う。俺にはよくわかんなかった。ババ様、ちゃんとちとせちゃんを呪ってくれたかな 妹はぽつりとつぶやいた。次の日、朝起きるともうたけしさはいなかった。だいぶ早くから駅へ行った。手紙預かってるよ、と。俺と妹は手紙を開けた。 秋とさつきちゃん。昨日はありがとう。俺のよくわからないわがままに付き合ってくれて。俺は千歳の様子を見に帰るよ。ちゃんと死んでたらいいな、と思う反面、何かの方法で助かってくれていたら、っていう気持ちもある。じゃあ、また来るから、その時は。 変わらずよろしく。し久。いつものあいつの汚い字で書かれていた。意外とあっさりした内容だったけど、俺らにとっては胸が締め付けられる思いの手紙だった。あれから一週間ちょっと経ったけど、まだし久からは連絡はない。 ばバ様がしくじったのか、神様が助けてくれたのか。ばバ様が成功したのか、神様が助けてくれなかったのか。どちらにしても、俺には忘れられない出来事となった。ご実談。たけしさんと連絡を取るため、 友人とかにいろいろ聞いてみて、あいつの連絡先がわかりました。さっき電話したんですが、えらくたけしさんの声には元気がなく、ちとせちゃんのことを聞いてみると、ちとせは、おととい死んだ。ごめんな、お前に先に連絡するべきだった。最後は苦しむこともなく、 みんなに見取られて、とうとう目を覚ますことなく死んだ。医者に聞いてみたんだが、予定よりちょっと早かったそうだ。でも、そろそろ限界だったらしい。いろいろ整理してたらさ、ロッカーから遺書みたいなのが見つかって、俺への手紙、両親への手紙、お前とさつきちゃんへの手紙も入ってた。 今思えば、お前たちだけだったもんな、友達。あいつ、学生時代はいじめられていたから、婚約者にも逃げられちまった。でも、とりあえず、いろいろ世話になったな。もうちょっと落ち着いたら、手紙持ってそっち行くから。じゃあ、さつきちゃんにもよろしく。 結局、呪いは成功したのかはわからないが、多分自然に死んだんだと思う。これは、まあ、俺の直感だけど、苦しまなかったらしいし、たけひさの母親が、ちょっと今やばいらしくて、あんまり話せなかった。 亡くなった場所。俺が高校三年生の春、うちの実家のハス向かいのビルで、同じ高校の同じ学年の N 君が飛び降りてしまった。学校では各クラスの朝礼で亡くなりました、としか説明しなかった。 N 君そのものとは面識がほとんどなかったため、よく知らないし、不謹慎だと思ったので、現場については誰にも言わなかった。どうやら、亡くなった場所を知る生徒は俺だけだったらしい。自殺の原因には、いくつか噂はあったんだけど、結局わからず、あっという間に風化してしまった。 高校の卒業式の日、帰宅後、外が何やらうるさい。出て行くと事故だった。いろいろと発動して人だかりができ、ギャーギャーとわめいたりする人もいた。そして、人の群れの中に見たことのある顔があった。同じ高校のやつ。 俺は地元面をしてすぐに声をかけてみた。すると、これからこの辺で卒業パーティーみたいな飲み会を何名かでやる予定で集まってきた矢先の事故だったと。その中の一人で金田という生徒が事故った。この辺初めて来たんだよ。 車多いから気をつけようって言ってたんだけど、金だがふらふらしてっから、と聞いた。うちの実家は市の中心部の繁華街にあって、高校は市街地。ほとんどの生徒はうちの近所には用がなく、来たことがない。どうやら、うちの蓮向かいのビルの前でうろついており、誰かが、 行くぞ、と声をかけても、金田には聞こえなくて事故ってしまったとか。その日の夜、うちにも友達が三名来ることになっていた。すぐに東京に出ることになってる奴のお別れ会だった。友達が集まったんで、俺はさっきの事故の話をした。 金田って知ってる理系の〇〇組なんだけど。と言うと、友達の一人が。ああ、知ってるよ。その事故ったやつって、マジで金田。ざまあねえな。俺、美術部で一緒だったんだけど、金田がうざすぎてさ、顧問に頼んで辞めさせてもらったんだよ。と、いつもあまり喋らない奴が話し始めた。 あいつ、二年の途中で怪我して野球できなくなってから、いきなり女目当てに美術部入ってきてさ、絵なんか興味ねえくせに。部室に運動部の友達連れてきて喋ってばっかでさ。で、春に誰か自殺した生徒いたべ。あれ、いじめが原因なんだよ。いじめてたのは数名で、その主犯格が金だって有名だよ。 それ他人も知ってるはずなんだけど、何も証拠がないから、結局勉強が苦で、みたいなことで終わったんだよな。まあ、とにかく、金田が事故ったなら、ざまあ見ろって感じだよ。そいつはそんな感じで、ぶわーっと悪口を吐き出した。それを聞いて俺は、ぞーっとした。 そんで、みんな知らないと思うんだけどさ、N って人、すぐ、ハス向かいのビルで死んだんだよ。俺、あえて言わなかったんだけど、N って知らないしさ、俺。そんで、金だってのが事故ったのは、そのビルの前なんだ。と言った。そしたら、 みんなビビりまくって規制を上げまくった怖くなってみんな明るくなるまでうちにいたそれからしばらくして分かったこと金田が主犯格ってのは間違いない2年3年と N 君と同じクラスで何かと暴力を働いていたとか N 君が亡くなった直後、数日間学校を休んだという事実も聞いた。他人は遠くの高校へあからさまな格下げ赴任をしたので、学校サイドやその上の機関も事情は知っていたんだろう。金田はよく N 君に、お前ほんとくらいは、じっとしてるし、虫みてえだな。 生きてるか死んでるかわかんねえや。みたいなことを言っていたとか。その金田は N 君が亡くなった場所は知らなかったんだが、そこを初めて通った時、そこで事故って、健常者ではなくなった。金田こそ、動けない状態の虫みたいになってしまったらしい。 その後、町内会の役員をしている父に事の天末を話し、父からそのビルのオーナーに話が行って、お払いをしてもらったとか。 おじいさんとバス僕が小学6年生の時の話当時僕は吉祥寺にある塾に通っていました隣の区からバスで通うんですがその日もいつも通り塾に行くため僕はバスに乗りましたバスに乗ると 乗客はまばらで座れたんですが、だんだんとバスの中は混み合って、気づくと目の前には一人のおじいさんが立っていました。ピシッとしたスーツにハットをかぶって、スラッとした感じのおじいさん。僕は席を譲らなきゃと思い、どうぞと声をかけ、彼はありがとう。 と笑いました当時小学生の僕の考えは幼稚でこのおじいさん顔がシュワシュワだなとかマジシャンみたいだなとか思っていましたすると彼は「君は優しいねえ」とか話しかけ 僕もそれに答えるように話が始まって気づけば普通に話をしていました。他愛もない世間話で会話内容で覚えてるのは塾のこととか成績の話だったと思います。また僕が当時健在だった両親から知らない人と話しちゃいけないって言われていたのでそれを言うと こんな G に誘拐とかできると思うって聞かれ、首を振ったのが記憶にあります。まもなく終点の吉祥寺駅に着くという時、僕はついにあれを聞いたんです。マジシャンですかって。彼はしばらく笑っていましたが、 バスが停車すると座ったまま人差し指を立ててこう答えました。マジシャンじゃない。でもね、これならできる。と。これってなんだと思っていると乗客たちはほとんどバスを降りていて残ったのは僕たちだけ。 慌てておじいさんを置いてバスを降りると瞬間強烈な赤い光が飛び込んできて目がくらみました突然のことに驚いて目を開けるとそこには誰もいないさっきバスを降りたはずの乗客もいないんです周りを見渡しても誰一人いない車も走ってない乗ってきたはずの バスも消えていました。でも、人がいないことよりも何よりも僕が一番怖かったのが風景というか世界が赤いんです。なんでいうか赤い光を当てた世界というかよくドラマとか映画とかで黄色とか青とかの発色が強い映像ってあるじゃないですか。そんな感じで 明らかに異常な風景なんです。確かに夕方頃だったとは思いますが、そんなレベルの色の強さではないんです。当時の駅前ロータリーはホームレスやスケボー族のお兄ちゃんたちが多く、当時は喧嘩なんかもあって怖かったんですが、そんな繁華街で喧騒一つ聞こえない異常な色の風景に僕は怖くなって走りました。 映画のバニラスカイのオープニングをご存知でしょうかまさにあれです。駅前通りを走っても誰もいない。僕は泣きじゃくってしゃがみ込んでしまいました。気づくと目の前にはさっきのしわしわのおじいさん。僕は、戻して、早く戻して。 泣き叫びました。おじいさんは、あ、はあ、ごめんねえ。と言い、僕の頭を撫でると、怖がるとは思わなかったんだよ。ごめんねえ。と、何度も謝りました。すると急に喧騒が聞こえ、ふと顔を上げると、 普通の風景に戻っていました。横断歩道の真ん中でしゃがんで泣いていたから、周りの人からは変な目で見られてしまいましたが、周りには人だかりができていて、気づくとあのおじいさんはどこかに消えていました。非常に不可解な体験で、今となっては、 確かめる術もないです はい。ということで、どうも皆さん、こんばんは。ごま団子です。えー、今回は、怖いお話を5つ読ませていただきました。えー、ということで、えーまあ、全部の感想を話してたら長くなってしまうので、ちょっと抜粋させていただきますけども。えー、2話目は、エレベーターの女性の話でしたね。うん、これも怖いお話でしたね。エレベーター関連のお話が、 まあ2は、2話連続で続いたということですけども。まあ、エレベーターって結構怖いですよね。まあ、特にその、なんだろう。まあ、女性は特にね、まあ、怖いって聞きますよね。なんかその、男性と二人っきりで乗ってしまって、で、ちょっとなんかその、まあ、なんだろう。まあ、襲われそうで怖いみたいなね。そういう話は聞いたことありますけども。 でもまあ、男性側もね、結構怖いですね。っていうかまあ、男性側っていうか、まあ、僕自身も結構怖くて <laughs>。まあ、狭いやつとかだったらさらにちょっと怖いですよね。人とのその距離がこの近いっていうので、まあ、なんかその、まあ急にその一緒に乗っていた人が、まあ、暴れ出したりしたら怖いな、みたいな <laughs>。まあなんかそういう想像とかも、 するんですけど、まあそういう被害にあったことは一度もないんですけど、まあその階段とか、まあ一コアのお話とか結構好きなんで、まあだからそういうお話ばっかり読ませていただいてるんで、まあやっぱ想像はしてし,し,てしまいますよね <laughs>。想定してなんかこのシミュレーションしとこうかなみたいなね <laughs>。まああんまりまあ考えたことないですけどうんあ、まあでも一度だけね、その、まあ同じマンション、 に、まあ、あの、同じマンションというか、あの、マンション、あの、前のマンション住んでた時に、まあ、その1階でそのエレベーター乗った時に、まあ、すごい、な、なんでしょうね。あれで、エレベーターの住人じゃないのかなまあ、でも、前のマンションはオートロックついてたからね。その入り口のエントランスで、まあ、多分同じマンションの住人だと思うんですけど、 すんごい目がギョロギョロのなんか、その、男性が乗ってきて、もう明らかに挙動不審というか <laughs>、なんか、あの時はちょっと、まあ何もされなかったですけど、しかも、あの、全然いい人でしたしね、なんかその、あの、僕の会がそのエレベーター先に着いたんですけど、まあエレベーターのそのアークボタンを押してくれてて、 あ、どうぞ、みたいな感じで。全然いい人だったんですけど <laughs>。まあ、見た目によらないなっていう感じなんですけど。もしあの人がやばかったら、俺死んでるよな、みたいなね。急にさ、あの、あの、エレベーター内でさ、こう、刃物とか振り回されたら、マジで逃げ場がないですからね。まあ、全然いい人だったんですけど <laughs>。まあ、エレベーターとかと同じで、まあ、電車とかも結構怖いっすよね。 うん、なんかその、まあ、電車とか特にさ、その、まあ、知らない人たちが、こう、一緒に、ま、みんなで乗る乗り物じゃないですか。だから、ま、結構、なんか、ま、自分、電車あんま好きじゃないんですよね <laughs>、うん。まあ、ちょっと前にその、東京ら辺でね、その、電車内で、 まあ暴れた人がいたとか、なんかそういうニュースとかもありましたけど、うん、だから、まあまあまあ逃げ、逃げにくいというかね、まあ行き止まりになってるんで、まあ結構怖いよね。うんあと、アメリカの、その、アメリカ旅行に行った時に、そのニューヨークで地下鉄乗ったんですけどね、その地下鉄が、 まあ人がまばらだったんですよ、その時間ね。で、そしたら、まあ、なんだろう、向こうの方から、まあ、でっかいその、まあ、あの、外国人の人が、こう、近寄ってきて、で、その、紙袋をね、こう、差し出すわけですよ。で、この中にグミが入ってるっつって <laughs>、で、このグミを、あの、買いなさい、みたいな。 なんかそれをその目的地降りるまでずっとその威圧されて言われてたっていうね <laughs>、うん。だって駅着いて電車降りてもちょっと着いてきてましたからね。ずっと。で、ようやくその改札通る時になってそのいなくなったっていうか。まあ、だから怖いよね、うん。だから基本だからそういう狭い場所っていうのは、まあ、あんまり好きくないっていうか。 人がいない狭い場所だったら全然いいんですけど、まあ、不特定多数のその、見知らぬ人たちが一緒にこの時間を共有する乗り物とか、まあ、そういうのだとちょっとね、やっぱ、まあ、怖いなっていうのは思いますね。まあ、当然グミは買わなかったですけどね、なんかやばそうだし。うんね。あの、アメリカをね、その数年前に、 ま、横断したことがあって。で、あのね、ニューヨークで降りて、そのまま車借りて、まあ、ずっと左の方に行くっていう、えーまあ、そういう旅だったんですけど、で、まあ、ニューヨークがね、あの、一番治安悪かったね。<laughs> マジで治安悪かった。うんまあ、たまたまだったのかもしんないけど、まあ、普段はめちゃくちゃ、 治安いい街かもしんないけど、いや、そんなこともないから <laughs>、うん。特にその地下とか、その裏通りとかは本当に危ないんで、あんまり行かない方がいいんじゃないかなって思いましたね、あれはね。ニューヨーク以外の場所は、なんか皆さん優しかったですね。うん。まあもちろんその日本人っぽいというか、まあアジアっぽい顔立ちをしてますので、まあ、僕と、まあ兄と一緒に行ったんですけど、 だから、あ、日本の方ですかみたいな感じで、すっごい優しくしてもらいましたね。<laughs> うんなんかあの、僕すごいアニメが好きで、みたいな。あれのシーズン2を待ってるんですけど、まだ来ないですかねって聞かれて、いや、ちょっとわかんないですね、みたいな <laughs> うん。そういうのもありましたね。だから、基本すごい、あの、いい国でしたけどね、アメリカはね。うん。えー、まあ、そんな関係ないお話をしてしまいましたが、えー、非常に怖いお話でした。 さあ、そして3話目が愛の呪いというお話でした。まあ、これは怖いっていうか、まあ、なんだろう、読ませていただいてて、こう、切なくなるというか、まあ、悲しい気持ちになりましたね。うん。まあ、なんとも言えない話ですよね。その、お兄さん的には、まあ、呪いをかけたくないけど、 でも、まあ、今、苦しみながらも生きてるから、で、どうせその、まあ、終着点は見えてるからっていうことで、早くその、まあ、その終着点に近づけるために妹さんを呪いたいと。まあ、本当は呪いたくないけど、でもまあ、助けたいっていう気持ちで、それをやりたいと。えー、まあ、そういうちょっと悲しかったですね、読ませていただいててね。 まあ一つ思ったのが、その筆者さん的に最後、まあその妹さんが亡くなられたのはきっとまあ呪いではなくて自然に亡くなったのではないかっていうことでしたけども、まあそうなるとその、まあ呪いっていうものが、まあどういう形であれやっぱり呪いなので、その対象者にその呪いがいかなかった場合、 えー、その、呪いをかけた人のところに帰っていっちゃうんじゃないかなっていうのが、ま、一つ思って、だからお兄さん大丈夫かなっていうのは思いましたね。うん。ちょっと今びっくりしたんですけど、お兄さん大丈夫かなって言った時に、その携帯がブーブ,ブッってなって、で、見たら、その、何もその LINE とか来たのかなと思ったんですけど、LINE も まあ、メッセージ来てなくで、メールかなと思ってメール見たんですけど、メールも来てなく、うん、なあ,あまりにもタイミングがいいので、びっくりしましたね。な、何のそのバイブだったのかわからないっていう、うん。まあ、お兄さん大丈夫だよって伝えてくれてるバ、えー、イブ音だったのかもしれないですね。<laughs> わかんないですけど。うん、まあね。 牛の国参り関係のお話結構ね、昔から読ませていただいてますけども、まあ、僕自身その牛の国参りっていうのは、まあ遭遇したことがないし、まあ深夜とか真夜中に、まあ神社とか、なんだろうそういう、まあやる場所に行ったことがないので、まあわかんないですけど、まあ現代でも結構その、ね、まあまだやられてる方がいらっしゃるんですかね。 まあ、呪いっちゅうのは、まあ、今回のは、まあ、どうなんだろうな。まあ、その特別なケースというか、まあ、あれなのかなとは思うんですけど、まあ、でも、まあ、でも、呪いっちゅうのは、まあ、やんない方がいいですよね、基本ね。まあ、やっぱりその、呪い関係のお話を、まあ、聞いたりすることとかも、まあ、あるんですけど、やっぱ怖いよ、呪いっちゅうのはね。 うーん、なんだろう。まあ、その、まあ、人を呪うよりかは、まあ、今回のケースは別としてね、人を、なんだろう、その、落とし入れたいとか、まあ、そういうので、呪うっていうのは、もう本当にやめた方がいいと思う。なんだろう、その、正規のやり方じゃない、えー、あれで、なんかその、向こうに、あの、 報いを受けさせるっていうかね。それってなんかそのすごいリスキーな行動だと思うんですよね。自分の力じゃないものを使って、まあ、やってるっていうことで、まあだから、なんか呪いが返ってこなかったから大丈夫っていうことではなくて、なんだろう、その、まあ特別な力をその借りてやってる行為だと思うので、 なんかその代償が出てしまったりとか、じゃああいつのこと呪ったから、えー、じゃあお前の寿命を何十年減らすな、みたいなね。なんかそういうこともあるんじゃないかなっていう、まあわかんないですよ。勝手な想像なんで。うーん。だからまあ、何回も言っちゃいますけど、まあ今回のはまあ特殊な、あの、事例というか、ので、その一般的な呪いの方の話ですね。うん。なんか、 ねその、相手を落とし入れたいとか、まあそういうことを考えて、この生活するよりも、まあなんかまあ、まあわかりますけどね、気持ちね。まあめちゃくちゃその、こいつマジでうぜえな、みたいな人っているけど、でもまあ、その人のこと考えてる時間がもうもったいないよね、そもそもね。それだったらなんかその、好きなことをやるとか、まあストレス発散するとか、まあなんかそっちに力を注いだ方が、 いいんじゃないかなって、僕はそう思っちゃう派なんで、まあまあまあっていう、まあね、そういう感じに思います。はい。はい。えー、ということで本日のどの話も本当に興味深く読ませていただきました。読ませていただき、ありがとうございました。 はい、えー、そんなわけで今回もここまで動画ご視聴いただきまして誠にありがとうございました、えー、この動画が少しでもいいと思った方は評価そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたしますいつも本当にありがとうございますみたい眼鏡がぶつかりました、えー、そして、えー、動画の概要欄には今回お話を読ませていただいたサイト様の URL そして9月10月11月に行う「ごまだん百物語」という会談をみんなで語り合う会の概要とそして応募ホームの URL そちらを貼っておきます参加費無料ですそして今度の9月6日それとは別に岩手県大船渡市で行われる気仙期短会 という会談イベントに、えー、参加させていただきます。岩手県の、えー、まあすごい素敵な会談師様方が出演されたりとか、まあ僕みたいにそのゲストが来て、えー、会談話をこう話したりとか、えー、そのイベントが終わった後は、えー、みんなでこの同じタを囲んで、えー、交流をするという会も。 あるらしいいでです、はい、ととうことで席に限りがあるので、えーまあ、お早めにという感じで、はい、そちらの決戦期間階の、えー、概要と,、えー、っと関連の URL 貼っておきますのでよければぜひ、えー、そちらも参加していただけると嬉しいです、えー、そして僕の l i n e t i k t o k インスタ Twitter、えー、などなどの えー、URL 書かれていたりとかもします。はい。ぜひチェックよろしくお願いいたします。ではまた次のお話でお会いいたしましょう。ごま団子でした。おやすみなさい。